ですね。今日はですね、うん、ハイエースのサイドバーをつけようと思います。はい、うん、で、サイドバーをつけるんですけど、うん、それ用の品物を買うと結構高くて、うん、で、今回はイレクターパイプを使ってね、はい、作ろうと思います。うん、まあ、イレクターパイプを使う DIY っていうのは結構ポピュラーで、うん、皆さんいろいろされててですね、うん、動画も結構上がってるんですけど、まあ、それを参考にさせていただいて、まあ、うちもね、試してみようかなと思います。はい。で、ホームセンターに、イレクターパイプ結構売ってるとこ多くて、うん、で、うちも何軒か見に行ったんですけど、うん、パイプ自体は結構あるんですよね、うんうん、28ミリ32ミリとかだったかな、うん、ジョイントのプラスチックっていうか、うん、そのパーツがなくて、うんうん、自分がしたい、ね、そうそうそう、やりたいパーツがなくて、うん、で取り寄せたんですけど、うん、まあ、それに時間かかっちゃってですね、ちょっと遅れました。はい、はい、ということでですね、今回は両サイドにバーを取り付けて、うん、まあ、そこに棚を増設したりとか、あとランタンをかけたりとか、うん、まあ、いろいろ便利に使えますので、はい、まあ、それを作っていこうかなと思います。はい。はい。はい、それではですね、このイレクターパイプを作るにあたっていろいろまた買いました。はい。まずこれですね、内張り剥がし用のもの、うん、Amazon で800円ぐらいで売られてるやつものを買いました、うん、まあ、これでクリップなんかを外します、はい、まあ、ここなんかのこういうのね、こういうのをここに差し込んでプリッと取るような感じですね、はいはい、でお次はこちらです、パイプカッター。これでこのパイプをイレクターパイプを切るんですけど、うん、まあイレクターパイプ専用っていうものが売られてるんですよ、うん、結構ごっついのが、うん、でもこれ僕、まあ、大工してるんですけど、うん、大工仕事でもこれ使えますので、まあ、せっかくだったらっていうことで買いました、うん、はい、でお次は、まあ、こちらのイレクターパイプ関係のものですね、はい、横から見るとこういうものです。ここに穴が開いてまして、右左をあるんですけど、うん、真ん中になる部分はここをカツンとくり抜いて貫通させる、ね、うん、させて使えるみたいですね、はい、で真ん中はそれで、あと両サイド用と、うん、でここの穴は、まあ、2箇所開いてるんですけど、真ん中に大きい穴を開けます。うん、でそこにこのボルトで止めるような感じですね、うん、で M6 の15ミリっていう長さのものを買いました、はい、これでいいらしいです。であとですね、こちらはですね、後にここにサイドバーをつけた後に、うん、縦にですねイレクターパイプをつけて、うん、でそこにこう板を張ろうかなと思ってるんですよ、うんうんうん、で縦にこう伸ばした時の下の受けですね。あ、上はいらないんだ。上はもう、上はまあ別で買います。あ、買うの、うん、上は今からまた買います、必要な時にね、はい、うん、金具のものがあるんですけど、うん、これはこの木にこう揉むような感じで、うん、揉んでこう刺して固定する感じですね。はいはい、で右側面にベッド側の方はもう跳ね上げで固定できないので、うん、反対の方に留めようと思います。あとはこっちですね。順次だ、エンドキャップはイレクターの両サイドにつけるものになります。はい、これをつけないとポンになって中が空洞ですので。うん、ちょっとなんか格好悪いかなということで、うんうん、エンドキャップを4つで、あとはですねこちらですね、これは何をするものかと言いますと、こういう風なものなんですけど、ここをこうカツッとはめた状態でここを締め込みます、うん、はい、でパイプにこういう風に止めるんですよ、うん、そしてここに板をつけて、うん、板とここをこうビスで揉むとイレクターパイプに板を固定できるというものになります、うん、でそれで側面側に板を張ろうかなという感じですね。これちょっと高かったです。あ、そうなの。うん、金具だしプラスチックじゃありません。だから型番がね、これもまあ右左をあるんですけど、うん、型もまあ多分乗っかってると思いますけど、どっか乗、うん、っけてると思うんですけど、こういう風に117L とか、うん、これ左用、はいはい、右用は、うん、ほら 117R とか、ね、うん、微妙に違うんですよ、うん、そのイレクターパイプを取り扱ってるホームセンターに行くと、うん、50にお取りくださいっていうこれの
パンフレットがあるんですよ、うん、それ見るとすごく分かりやすいです。あ、持って帰ってきたね。うん、そうそう、それを見ながらあの注文しました。はい。で、次はこの M6 用のクリップナット、うん、クリップナットはね、上のこれを止めるところの中に、うん、車のその受けの方にナットがないので、うん、そこにまあ入れるものなんですけど、このね、あのターンナットっていう方も買ったんですよ、うん、でターンナットとクリップナットは、まあ、何が違うかっていうと、まあ、使い方はまあ一緒なんですけど、ネジを入れるっていうのは一緒なんですけど、うん、これを使う場合はあの車側に加工をしないといけないんですよね、うんうん、8ミリの穴を開けてあげないとこのターンナットが入らないみたいなんですよ。これだともうあのクリップだから入れるだけで使えるんで、うん、車に加工なしでできるから、まあ、最悪そのパイプを使わないとか車を手放すときにはあの元に戻せるんですよ。そうなん、うん、これは8ミリの穴開けちゃうと元々入ってるこのキャップがあの入らなくなる可能性があるんですよね、うん、多分でも入らないんじゃないかな、穴広げてるからね、うん、だからそこら辺も考えてですね、このターンナットにするかクリップナットにするかを、うん、あの選んだ方がいいかなと思います。これはなんで買ったの、本でこれ、うん、本でってん、だってこれ使わないんでしょ。いや使うの、これ数が足りないの、クリップナットの結構高いの。ああ、そうなんだ、うん、だから買ったんだ。そうそうそう、だからね、あの片方に4つ使おうかなと思ってるんですよね、うん、この止めるやつをね、うん、だから前を2箇所クリップナットで、で後ろをターンナットで行こうかなと思ってるんですけど、うん、スライドドアの上の方はあのこのターンナットが入らないらしいんですよ、うん、スペース的に、うん、あの車の構造上スペース的にターンナットが入らないぐらいの奥行きらしくて、うん、そこはクリップナットがいいらしいんですよね、うんうん、だからもうクリップナットで全部揃えた方が手っ取り早いのかもしれない。8ミリの切りもその鉄鋼切りも準備しなくていいし、加工しなくていいから、うん、ああそうか、うんうん、これ差し込むだけでさ、うん、じゃあそれ使うんだったら道具が必要なんだ。そうそうそう、であの8ミリに拡大するように、うん、こちらの8ミリの切りをね借りてきたんですよね、うん、こういうのが必要になってくるから、こういうの持ち合わせてないっていう方はですね、クリップナットの方がいいんじゃないかなと思います。いい、ね、うん、こっちがいいよ、うん、ただまあクリップナットはね、あの内張りを若干めくらないといけないんですよね、うん、っていうのがめんどくさい。うーん、ターンナットはめくらなくてそのまま、まあできるから、うん、どっちもどっちだね、うん。はい、ここを取ります。ここ片方取れたんですけど、うん、ドライバーになってますね、ほら。あ、本当だ、うん、長っ、本当だね、うん、おお。はい、今こちらをですねあの取ったんですけど、ここの中にネジが切ってあるんですよ、うん、でそこに M6 の、 あの 15mm を入れてみたんですけど、そのまま入りますね、 M6 だったら、うん、こういう風にこれを取る。え、もっすかった、こっちが締める方だもんね。あ、シートベルトとか固くできてんのかな。あ、そうか、禁じ手を使わせていただきます。そんなに肩、うん、おお、またまた、やっぱシートベルトだからかな、うん、だかもね、うん、うわー、なんかいっぱいかましてあるね、だすごい、取れた取れた取れた、あ、あそこにクリップがあるんだ。取れた取れた、かましてあるの、うん、ここに、ここにほら横から差し込んであるような感じ。あ、これを取らないといけなかったのかもね。そうでもないかな。あ、ここにあるじゃん、ここにネジが。本当だ、これがあるからだよ、なんだよ、本当ですよ。はい、こちらのクリップナットなんですけど、うん、ここをね、あのここに隙間があるんですけど、これを潰して寄せてあげた方が、あのあまりこう中でカチャカチャしてないからいいらしいんですよ、うん、
じゃあこれをペンチで潰そうと思います。気合でギュッと。あ、結構簡単に潰れるね。潰れすぎた、なんかくっついた。本当だ。ほら、はい、ここにこういう風に出っ張りがあります、うん、見えるかな、見えてるかな、うん、かなり怪しいけどね。ここにこのタンナットを入れます。潰したから難しくない、引っ掛けるの。あ、これ逆だった。このナットが内側だ。ちょっと本当に潰しすぎた。あ、今じゃない、うん、あった、あった。今こっちから見て穴合ってる。音とした。もうちょっと右。こう。よっしゃ。今もうちょっとした。もうちょいした。もうちょいした。もうちょい、ちょいちょいちょい。あ、しすぎたかも。あ、いいかも。いい。うん、多分いいと思う、これで。タンナットから先に入れようと思います。はい。うん、こことここを入れますね。はい。本当に加工をしないとこれが入らないのかどうか。ほら。うん。ん？おお。こう回る。ね、うんうん、回ってこの入った状態でこれを入れてあげるとここがクリって回る。おー、そうなんだね、うん、すごいね、すごいね、よく考えるね。あー、本当だ、入んないわ、入んないんだ、うん。今、うちの玄関はこんな感じになってます。トニコちゃんでいっぱいです。かわいいでしょ。ほら、この人たちは、これはね、夏ぐらい、夏じゃないな、何月だったかな、9月、10月ぐらいに植えたのが、まあ、こんなにモリモリになりました。これはこの間植えたばっかり、まだ多分根付いてないと思います。これももう根付いてもりもりですね。これはケーキが入ったカップ。こっちもこれ七福神もりもりです。これ水このまんでどんどん大きくなりますね。これもまだ植えつけたばっかり、イラスも。昨日、一昨日ぐらいまでつぼみだったのが昼間ちゃんと咲くようになりましたね。このタンナットの下穴が、ドリル加工穴だと 10.2 って書いてあるんですよ、うん、まあ、10杯でもいけると思いますので、この10杯のドリルで鉄鋼切りですね、うん、で穴を開けようと思います。はい、はい入れます。こういう風に入ります、うん、でタンナットは M5 ですね。うちが用意したのは、うん、こんな感じで止めることができます、はい、これパイプの長さが2500あるんですけど、うん、30センチぐらい、そっちを切ってもいいぐらいかもね。うん、めっちゃ長いね、うん、ここが運転席、うん、もう運転席のもうすぐ後ろに来るね、パイプが。そっから30センチ、今こっちはこんぐらいの長さで30センチぐらい切ったらどう？いいんじゃない、30センチだとこのぐらい、20センチぐらいカット。いや、30センチ切ってもよくない。それではこちらのパイプカッターでディレクターパイプを切ります。感じで、でもそのまま使うの？そうだよ。へえ、それで切れんの？うん、こう、こうやります。ここに印に合わせるじゃん、うん、でこれでこうやってクリンって回して、またちょっと入れてクリンって回して、ちょっと入れてクリンって回して、来る。ちょっとこっち持ってて。どっち？こっち。うん。はい。それない？よかったよ。クリクリして。ほら。
それと、あ、綺麗に取れるね、うん、でここはキャップを最後につけるから、うん、多分綺麗になるんじゃないかな。はい、どうでしょう、うん、いいんじゃない、ちょっとちょっと綺麗とはほど遠かったけど言った割には、うん、ここら辺綺麗、綺麗にできましたこっちはだってこっちは表にすればいいわけだもんね。そう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 、裏をこっちしてさ、うん、やくよ、右左分ける、はい、あ、これカットした部分だね。そうそうそう、カットした歯切れなんですけど、ここをですね、うん、あの歯切れのパイプで打ち抜いて貫通させます、うん、中2つをだよね。え、違うよ、もう全部、全部、うん、あ、そうなので長いじゃんパイプ、あ、止めるとこより、あ、そっかそっか、うん、いいですか、いいよ、おお、ちょっと緊張するぜ、取れた、できました、こんな感じですね。でちょっとあのバリが出るので、うん、バリを取った方がいいみたいですね。バリ私がじゃあ取ろう、はい、お願いします。そっちから見えてる、うん、この下にバリの部分があるんだけど、こういうのじゃないとね絶対取れない、すごい時間がかかるな、こんなんちっちゃいのでしょ。真ん中に、うん、こっちがあのこっちの幅が25あるんで、うん、12.5 とこれのちょうど中心が19、こんな感じですね、うん、まず下穴を開けますね。ちょっとずれた、そしたらこれを通します、こうよっ、うん、同じ方向に、うわ、インパクトマッチにあるし準備してからクリアいいのにねえ、もう話してたよ、よいしょ、止まった？止まったと思う。今本詰め中。こちらも閉まってるからね。うん。どう？いいでしょ？うん、いいね。いい、いい。ね、いいね。はい。本当にいい感じです。いい感じになりましたね。ちょっとこことここの高さが合ってないね。え、嘘、うん、ちょっと曲がってない、ギュッて上に行ってる、うん、ここが多分上がってると思う。なんでだ、で、ここのあのクリップの位置とここのアームのこの取っ手のこの高さが合ってないんだよ、うん、ああ、もともとがってことだよね、もともとが、穴の位置が、うん、それはしょうがない、だからもう揃えたいんだったらもうここら辺で切るしかないかもね、まあうちは伸ばしたかったからこういう風にしたけど、うん、ちょっと曲がってる、うん、いやでも全然気にならないぐらいの曲がりだよ、うん、まあ使用上は問題ないと思うんだけど、うん、今作業途中ですがここでお昼ご飯にしたいと思います。今日は高菜チャーハンを作りました。あとこれはね、無印のミネストローネ、はい、いいよ、いただきます、いただきます。あ、まあ、食べてじゃ、今日は皮むけがすごい、それも言えばハトモトで終わるって、
そうなんだけど、うん、めっちゃいい感じじゃん。かっこいいね。うん。うん、いいね。前までやっぱ伸ばした方がいいかもね。うん。はい、ということで、はい、今日はエレクターパイプを取り付けてみました。はい。で、ですね、ここの、取ってですね、取っ手の部分をもう取り外して、うん、エレクターパイプを2300の長さに切って、前まで伸ばしました。はい。まあ、そうすることによって、まあ、いろいろね、有効活用できると思うんですよね。うん、このデッドスペースをですね。うん、まあ、2列目シートを、2列目シートに人が乗った場合でも、まあ、ここ、そんな掴むことがないし、うん、まあ、掴んでもね、結構しっかりしてるんで、うんうん、まあ、大丈夫かなと思います。うん、で、そっち側の、後ろの方はですね、先ほども、まあ、言ったように、上に棚を作ってですね、うん、上の方にも収納できるように、うん、で、ここの方も、まあ、おいおい何か作る可能性もあるし、うん、まあ、いろいろ洋服とか、ハンガーでかけたりとか、っていうのもできるし、うん、まあ、汎用性がね、かなり高まったんじゃないかなと思います。はい。で、こっちの側面、運転席側の側面の壁は、エレクターパイプを今度は、この、横に対して縦の方に入れて、2本、壁を作ろうかなと思ってます。で、そこの壁に、カウンターみたいな感じで、こう、なんていうのかな、収納できる棚、テーブルみたいなのを作ろうと思ってるんですよ。うん、まあ、そこもですね、これからまた材料を買いに行って、まあ、考えながら作っていこうかなと思います。うん、はい。はい。まあ、そんな感じでですね、うん、とりあえず、まあ、今日の DIY は終わりと。いうことになります。はい。Take me back to those easy summer days when we stopped at nothing, babe. Yeah, we stopped at nothing, baby. They couldn't take us, they couldn't change us, they couldn't catch us if they tried. Now we didn't care at all about winter or spring or fall. We felt so alive and girl, we were thriving on kisses and